まあ、あとは少しねやっぱりこう、まあ、矢島選手大山選手あたりですかね、まあ、そこはボランチ、まあ、千葉のところに、まあ、そこが気になると、まあ、やっぱりあの大橋選手あたりの、ね、こうアンカーの脇、はい、まあ、そこはねうまくこう狙われてしまいますからね、まあ、そこの奪ったボール鎌田左足、うん、先制大宮前半の9分です、ね、一瞬の隙をついて先制に成功しました。鎌田今シーズン4ゴール目、初勝利にまずは幸先良い先制ゴール。まあ、これもね南選手からのロングフィードですけどね、まあ、相手の攻防になったところ、まあ、しっかり川田選手がこう諦めずに、まあ、そこ行きましたしね、まあ、自分で行ったところ、まあ、そこでしっかり引っ掛けて、まあ、しっかり仕留めましたね、まあ、しっかりキーパー見て落ち着いてましたね左足でね、まあ、本当に大宮はねこういい時間帯あと決めるべき選手がしっかり取りましたからね、まあ、これは本当にこう大きい先制点ですね。